皆さんこんにちは。今日はスクラッチでスゴロクの続きをやっていきたいと思います。今日がスゴロクの最終回です。今日はこの1回休みのリンゴマスを作っていきたいと思います。ここを今1個しか進まないようにしてるんですけど、1個進んだら美味しそうなリンゴって言って、まあこのマスに止まると。でペンギンが進んで、で次もう1回サイコロ振った時に猫が1回休みとなって、で例えばペンギンが次2出せばペンギンの逆転勝利という風になってます。でこの1回休みを今日は作っていきたいと思います。では実際に作っていきましょう。まず今回いじる関数とコードブロックだけ集めていきます。振った2つと、あとクローンされた時に少し初期化があって、であとマスの効果ですね。今日は基本的にこの4つ、これがちょっと邪魔なんでよかして、今日は基本的にこの4つを変更していきます。まあそんなに長くならないですけど。でまずはリンゴを入れます。リンゴ入れて大きさを調整して、で配置して、よいしょ、はい、よいしょ、はい、で初期化します。旗が押された時この位置にして、最背面一番奥ですね。はい、で次に一回休みを管理するために変数を作っていきます。でそのクローンそれぞれで別の状態を持ちたいので、このスプライトのみに変更して一回休み、はい、で変数を作ったら初期化する。でクローンされた時にいい絵にすると。でマスの効果の方でもしリンゴに触れたなら1回休みにします。調べる、リンゴに触れたなら、変数1回休みをはいにして、でまあ美味しそうなリンゴぐらいは言ってもらいましょう。美味しそうなリンゴと、で次に振ったっていうのは、まあサイコロ振ったってことですね。これ振った時に一回休みだったらこの処理しないっていうのをやりたいので、制御もし演算休みでなかったら、一回休みいいえならちゃんと動くと。でこっちの喋る方は休みだったらまあいつも通り喋って、そうじゃなかったら一回休みと喋ってもらうようにします。なんでこっちは一回休みと、でここは一緒ですね。一回休みじゃなかったらいつも通り喋って、一回休みだったら一回休みというっていう風にします。でこれで完成です。あとは実際にここのコードをちょっといじって、まあ、直前まで進んでもらって、まあ、直前までじゃなくてもいいのかな、11でいいのかな、直接ペンギンはリンゴマスに止まるようにして、はい、で美味しそうなリンゴと、で猫の方が進んで、でペンギンの方は一回休みと言ってくれるという風になってます。今日の授業はここまでにしたいと思います。これからも小学生の先生のためにスクラッチの授業動画を上げていくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。